レフトの前に落ちました。セカンドランナーはサイド、ライトに持っていく、ライト下がった、下がった、栗原に一発で上がりました。高いもの持ってライトへ持っていった、どうだ、2000連発は満塁ホームラン。これは栗原、さあサードランナースタートを切ってくる、さあどうだ、中継プレーでタッチ、どうだ、アウト、少し下がって掴みました。栗原ナイスプレーで得点。高めのストレート、150キロ、どうだ、ライトへの当たり、詰まっているか、松原ウォーニングゾーン、センターへ抜けた、三塁ランナー明石がホームに帰ってきました。栗原がやりました、サヨナラのタイムリー。川添はもう諦めました。ライト3と10番がヒットでした。2回の表、栗原捉えて上がりました、確信ピッチャーゴロになりました。近藤から引っ張った当たりは大きな当たりだ、さあどうだ、右か左か、入りそうだ、入ったホームラン。ライトへ打球が上がって、ライトの追い上げるだけ、ゴールだ。次のカードからさあライトへ行った、これはもう距離が十分、これがうまく打って打球はセンターの左、ランナーホームに帰る。マウンドに上がっている坂井の初球を捉えたぞ、どうだ、ドーマークが光ってます、強い球だ、右方向へ、2試合目に勝った3球目打って逆方向の当たりはレフトが下がっていく、下がっていく、ジャンプはどうだ、これはライトも見送って、おお、グッバイ栗原、これも強い打球、ライトへのライナーです。さあこれでランナーは一塁二塁、グラシアストレート捉えて、外のボールはサードゴロ、弾いた弾いた、それを確認、回ってライトへのヒットはなっています栗原。